はい、前回の1つ前の動画で元力士に勝ったら10万円企画っていうのをやって、でね、その企画は1回やって1回負けちゃったんですよ。でその後、実際相撲を取ったらというか、稽古をしたら、ね、3回やって、3回とも勝ってたんで、そこで力を見せれたんじゃないかなと思うんですけど、ね、残りのというか別にただちょっと対戦してみたいっていう、興味本位で、元力士の元日本代表のラガーマンと、現役の大阪大学相撲部、阪大相撲部の学生とちょっと戦いたいと思いますんで、ちょっとやっていこうと思います。それではスペシャルマッチ、元大学相撲全国チャンピオン河合と現役、アマチュア相撲全国に各校弱小校の挑戦者、スペシャルマッチを行います。スペシャルマッチ2番目、元ラグビー日本代表中村慎介選手と元アマチュア相撲全国チャンピオン河合のスペシャルマッチを始めます。1回待ったね。はい、現役の相撲部の学生とも、元日本代表のラガーマンとも相撲をやり終えました。でね、今回がこうやって相撲を取る企画っていうのは初めてだったんですけど、お二方今回急に言ってやっていただいてありがとうございました。でね、これからも、こういう企画ちょっと考えてやっていこうかなと思います。で元日本代表のラガーマン中村慎介さんは、YouTube チャンネルもやってるみたいですし、あとはね、俳優業もちょっとドラマとか出てるみたいで、ラグビーで去年一昨年ぐらいやったラグビーのドラマのノーサイドゲームでしたっけと、あとは、アンダーナウキにもちょっと出てるみたいなんで、ちょっと概要欄に貼っておきますんで、その YouTube チャンネルなり、インスタ、Twitter も貼っておくので、ちょっと見てみてください。ではまた。